こえるかね。わしじゃ、ミハイルじゃ。またえらいところに足を踏み入れたの。あちこちにある氷の塊を壊せれば道も開けるのじゃが。とはいえ、墜落現場へつながるエリアは限られておる。なんとかしてそのエリアを突破してくれたまえ。頼んだぞ、ロックマン。なんだ、プロメテが面白いやつを見つけたと言うから見に来たが、テティス、お前と同じくらいのガキじゃないか。ひどいや、アトラス。君だってそう変わらないじゃないか。なんだお前たちは。ロックオン。ロックオン。プロメテから聞かなかったかい。君の前に何人ものロックマンが現れるって。僕の名前はテティス、氷のロックマン、モデル L の適合者さ。私はアトラス、炎のロックマン、モデル F の適合者だ。戦いに生き残った者が世界の王となる運命のゲーム、知らないとは言わせない。世界の王だって？なんか話が大きくなってないか？なんだっていいさ、こいつらに勝てば僕は自分の正体を知ることができるんだ。ごめんね、今はまだ君と戦う気はないんだ。
僕らにもやらなきゃいけないことがあるからね。まぐれでロックマンになったような奴に用はないってことだ。お前はここで氷漬けになってるのがお似合いさ。時間すらも凍りつく氷点下の世界へようこそ。失敗作の貴様がロックマンを名乗るなどおこがましい。貴様のライブメタル、このクロノボスがもらい受ける。処刑の時間だ。男の手のひらの上で生かされているに過ぎぬ。せいぜい限られた時の中であがくがいい。シャーシャーシャーシャあの男、誰のことだ？さっきのロックマンたちの後ろにまだ黒幕がいるってことだろう？運命のゲームだの世界の王だの、なんだか厄介なことになってきたぜ。トランクオン！